むしゃむしゃむしゃ。もしかしたらリンゴは生の状態の方がね、音がいい。そんな妹の取っちゃって。あ、でも、ちょっとね、そちらにですね、行ってきて、あんまり好きじゃないのかな。そっかそっか。わかったわかった。ということでですね、ちょっと本当に簡単な動画にはなったんですけれども、見ていきたいと思います。人参。さあ。はい、どうも。皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。さあ今日なんですけれども、前回前々回に続けてリンゴ、人参、バナナのね、ドライフード、おやつをこの最後の仲良し姉妹小雪ちゃんとマロンちゃんにね、食べてもらいたいと思います。でね、前回も見ていただいた方は多いと思うんですけれども、こちらバナナが完全に手で取れないぐらいまで張り付いてしまいました。リンゴもかなりね苦戦してます。人参だけこうね、パラパラパラっと取れるような感じなんですけど、ということでですね、ね、今朝リベンジしました。キッチンペーパーを敷いてその上でね作りました、ね、リンゴなんかもね、仕上がりも張り付かずにいい感じにできてますし、バナナもね、なんとかうまく剥がせれるんじゃないかなと思います。ではね、まずリンゴから食べてもらいたいと思います。さあ、あー取り合いダメよ。もう一個あるよ、もう一個あるよ。あ、痛い痛い痛い。そうだね、最初から2個あげないとダメだね。ごめんね。ちょっとですね、分厚めに切ってしまったものはね、まだ少し柔らかいんですけどね、薄めに切ったものは割とパリパリに仕上がってますね。これでちぎってもらおう。これでもう片方をマロンちゃん。うん。で、人参。今回は、ね、長細くカットして並べたんですけど、すごいカールしちゃいましたね。じゃあ、小雪ちゃんと、マロンちゃん。これが一番音はいいんじゃないかな。あら、思ったよりも音がしないですね。大量に作ってなんかおつまみにもできるかもしれないですね。人参が嫌いな人でも、もしかしたらこれだったらね、普通に食べれるかもしれない。そしてですね、バナナ。あ、あ、オッケー、いいですね。すんなり剥がれてました。あ、オッケー。無事に2切れバナナをね、
剥がすことができました。これびくともしないので、もうお湯で熱湯でね浮かして取るしかないですね。ではバナナ、さあ小雪ちゃん、人参がちょっとまだ残ってるかな。残ってるね。早いねバナナ、多分撮影してなかった。あら、マロンちゃんもう二つ目いっちゃった。柔らかいからね、食べるのが早いですね。逆に人参はね、なんか形がカールしてて、ちょっと食べづらい。食べづらそうですね。まだ残ってる。形もある程度はね、整えてから揚げた方がいいかもしれないですね。大丈夫かい？はい、バナナだよ。マロンちゃんちょっと待って、もうね2つ食べたから今日はね、ドライバナナはねこれぐらいしよう。さあ、あーいいですね、美味しそうに食べてくれます。さあここまでが乾燥状態のフルーツと、まあ、リンゴ、バナナ、人参なんですけど、この食べっぷりをですね、見た上で、生の状態だったら、どんな感じなのかね、この子たちにも食べてもらいたいと思います。それではですね、ウサギたちが食べやすいサイズにカットが完了しました。さあどうかな、むしゃむしゃむしゃ。もしかしたらリンゴは生の状態の方がね、音がいい感じでね聞こえるかもしれないですね。面白い食べ方してるね。あ、食べた。ちょっと大きかったかな。あ、またももちゃんみたいにちょっと最後にお汁がどうしても出ちゃいますね。ほら小雪ちゃんあるよ。ほら、そんな妹の取っちゃって、あ、でもちょっとね口の周りについたお汁をね、こう舐め取るのに時間がかかってるからちょうどよかったかもしれないですね。さあ続いて人参、人参はね、そんなに、ね、お汁が滴ることはないと思うんですけど。あらら。ちょっとなんかあれですね。人間でも、ね、こうお米とかね口の横につけてちょっと間抜けな感じに映ると思うんですけど、ウサギもちょっとね間抜けっていうか可愛らしく見えますよね、こういう風に、口
口のところにねちょっとつけてどうしたのっていう感じで、もうちょっと薄くスライスしてあげた方が食べやすかったですね。よし、じゃあちょっとね、人参食べ終わるまで待ちましょう。食べるのがね、ゆっくりだから、またそうやって取られちゃうよ。あ、OK、取られなかったね。頑張って大きい口開けて食べてますね。あ、もう次の分早くちょうだいって。マロンちゃんがね、ちょっと落ち着いたらバナナ食べてみようね。落ち着いたかな。もうちょっとだね。よし、じゃあそろそろいいかな。あー、どっか行っちゃったね。 OK、 バナナ。さあ、生のバナナどうかな。食べてくれてますね。でも口のこの動きが独特ですね。バナナ食べてるときって。やっぱり、唯一ね、硬くないから、ちょっとね、違和感があるのかな。マロンちゃん。マロンちゃん。お、OK。あららら。どうしてかな、我が家のウサギたちはね、バナナが生の状態だとあんまり、ん？あら、でこっちも残してるんですよね。半分も食べてないです。まあね、合う合わないがあるんですけどね。おかしいな、インスタとかでね、ウサギ仲間さんたちがね、バナナ食べてるウサちゃんをね、投稿してるのよく見てたんですけど、本当に我が家のウサギたちはウサ、ね、バナナのこうね、生の状態だったら食べない、苦手かな。やっぱり柔らかいものは苦手なのかな。まあね、チモシーの一番狩りとかもね、大好きだから、硬い食べ物がね、大好きなのかもしれない。よしよし、 OK。 じゃあね、まあ今日はこんな感じで、この仲良し姉妹、ああこれ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 、仲良し姉妹たちとですね、一緒に平安歩しながらね、ちょっと落ち着いたところで、僕の手作り、まあオーブンレンジで作ったドライフードをですね、食べてもらいました。でその後に生のね、リンゴ、バナナ、人参を食べてもらったんですけど、ね、なんか家族だからね、好みが似ているのか、生のバナナだけちょっとね、あんまり食べてくれませんでした。まあね、食べ残しはね、最悪うずらとかね、うずらの喧嘩ダメよ、うずらの餌になってるね、ミルワームとかにあげたらいいので全然大丈夫ですね。最後に、昨日ね、ちょっと撮影ができてなかったももちゃん、ココアちゃんにもね、ドライバナナを食べてもらってる映像も、見ていただいて、それで今日はね、お別れとさせていただきます、ね、今日はね、本当に最後まで見ていただいてありがとうございます。まだの方はですね、これからも、ね、この可愛いウサギたちの映像をですね、どんどん動画を作ってね、皆様に見ていただきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた他の動画でも皆様とお会いできたら
嬉しいなと思います。またお会いいたしましょう。それでは、さようなら、ね、ほら、バイ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 。さあ、ももちゃん、ココアちゃん、またそうやって上乗っかってね、2日連続ね、ごめんね、集まってもらってゆっくりしてるのにね、ちょっとね、昨日美味しそうに食べてるところ取れてなかったから、幻のまたね、このドライバナナ食べてる姿をね、皆さんに見てもらおうね。美味しそうだね。さあ、よいしょ、ほら半分。すごいね、ここまでいい香りがね、漂ってくるぐらいね、やっぱりたまにはね、こうやって甘いものとかね、いいんじゃないかなと思います。おー、手にね、匂いがついたから、こうやって何回もね、手をかじられたんですけど、さすがにもう覚えてくれたみたいですね。 OK、 ではまたお会いしましょう。Thank you.